はい、ヘッドジャパンです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、はい、2021年1月に何か出ちゃうんですか。今日は21日ですね。今日21日。今日21日、はいはい、今日発売のものを今日喋ってる、説明してる。そう、確か今日ってだってラジカルが発売の日でないですか。同じ日に、同じ日に今まで何も言わず、そうです、ずっとクローズでた商品が実はあったとというわけでですね、21日発売、実はですね、通常であれば全豪オープンが、スタートするタイミングではあったんで、世界的にもそこに照準を合わせてということではあったんですけれども、実はなんとスピード世界ナンバーワンノバク・ジョコビッチ選手、はい、彼専用のスペシャルカラーリングモデル、はい、基本的にはフレーム全体がブラックで、はい、ヘッド特有のこのシャフトの部分の切り返しというかね、カラーのコンビネーションのところがツヤありの黒とツヤなしの黒との組み合わせ、こうよく見るとツヤありツヤなしまたツヤがあってというような、はい、こう組み合わせコンビネーションになっているというような、そしてロゴカラーが、ヘッドのマークにしても、ラケット名にしてもこれは今度は白だけと、非常にシンプルな色使いの、モデルを、本当にノバク・ジョコビッチ選手のみが使用するという、はい、形で、モデルとしてもそのうちのラインナップの中で黒と MP この2種類だけですね、はい、登場いたしましたですね。現行のやつが、去年の3月に発売ですもんね、はい、そうですね。それ要は現行モデルと並行して、限定カラーという形で、はい、そうですね、はい、限定カラーで数量も限定になります、はい、もちろん当初のスピードというと、ジョコビッチをはじめ、多くのスター選手たちのキャラクターがついているジョコビッチ選手も当然それを使用する予定でおりました、ただそれの発売するちょっと前にですね、はい、スピードのちょっと10周年の記念の、黒色のカラーを、ジョコビッチ自体はずっと使ってまして、はい、実はそれを使ってからですね、特に2020年初頭、ちょっとこのコロナ禍になる前の段階までですけれども、彼の中でトーナメント1敗もせず全勝で34連勝までいったのかな。要はあのラケットによって一つも負けないと、はい、残念ながらそれがですね、例のちょっと事件で、失格という形になってしまったので、そこで途切れたといえば途切れたんですが、どうもですねヘッド本社からいろいろ入っていた話によると、言ってみれば験担ぎと、ちょっと日本的な部分なのかもしれませんが、それを使うことによって負けないという彼にとっての自信みたいなものにラケットがつながる、非常に珍しいケースなんですけれども、ヘッド本社にこのラケットをそのままこのカラーで使い続けさせてくれないかという、はい、本当に強い要望があったと、ヘッドとしてももちろん本来はそうではない、それを見越した上での、新しいデザインというのをきっちり上げてはいるんですけれども、ただ彼の非常に強い要望、そしてもう一つヘッド社として、ここまでジョコビッチとも契約を開始して今年12年目になりますけれども、やっぱり彼の残してくれた偉大な功績、ヘッドとして、年間、王者をも6回以上取っているグランドスラム優勝17回、こういったスーパープレイヤー想像巡りやるものではないし、彼からもらえるフィードバックも非常に大きい、はい、要は彼に対するメーカーとしてのリスペクト、そこを、加味してですね、もう彼であればもう彼専用のカラーを改めて用意をしようというところで、今回その彼の要望を、形にした黒というものをスピードに改めて差し込んだというかね、ラケットそのものはですね、もともと非常にやっぱりこう名前の通り展開をスピーディーにするために振り抜きを速くして、回転量の調節をしやすくしてというようなね、フレームそのものの性能っていうのはしっかり持っていますけれども、やっぱりこう王者のラケットであり、そしてネクストジェネレーションのプレイヤーたちの、ラケットとしても君臨しているというところ、スピード自体をね、もっともっとこう幅広く、決してジョコビッチファンだけではなくて、
今白いの使っていただいている方のもう一本としてこう黒いのが混ざるのなんかいいこと言いましたね。日本免許検討の方なんかは ね基本的に本当に中身はそういう意味では同じです。原価みたいなもんってことですね。そういうこと、この限定カラーが出たりね、はい、これで勝てればやっぱり何より、はい、まあ、やっぱりプレイヤーにとってまあ、なんだろう、本当トータルでの安心感というかね、うん、ラケット道具も自信のアイテムの一つみたいなところにはなると思うので、はい、ぜひこちら、そうですね、改めて1月21日、はい、本日から店頭にて発売になっております、はい、本当にちょっと数量的には特にプロはかなり少ない数での展開になりますので、はい、ご興味ある方はお早めにお問い合わせをいただければと思います。はい、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、はいはい、じゃあとりあえず2021年も頑張っていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。